皆さんこんにちはプログラミング学習チャンネルのブシドです Python の Web アプリを作成できるフレームワークは Jango や Flask など有名なものがありますが今回は StreamLit というフレームワークを用いて作成していきます StreamLit は HTML や CSS などを一切使わずに Python のみで簡単にアプリを作成することができます つまり、Web アプリケーションの知識は一切不要ということです。まずは、Streamlit を利用する環境を整えていきます。からの状態で始めるために、まずは仮想環境を作成していきます。仮想環境の作成は、アナコンダや p i p ンブなどがありますが、今回はバーチャル弁部が Python バージョン3.3から標準機能として取り込まれた。 部を利用します仮想環境の作成が完了しましたねでは仮想環境の中に入るためにアクティベートしましょう仮想環境から出るときは「ディアクティベート」と入力することで外に出ることができます。 今回メインの Web フレームワークである Streamlit を PIP を用いてインストールしましょう。その前にまずは現在インストールされているモジュールを確認しましょう。PIP と s e t u o o p Tools だけで他のパッケージが入っていないことを確認できましたね。PIP Install Streamlit と入力してインストールしましょう。 ストリ a ムリットをインストールできましたら、正しくインストールされているか、再度、PIP リストと入力して確認してみましょう。正しく、ストリ a ムリットを含む関連パッケージがインストールできていることを確認できましたね。ストリ a ムリットを起動しましょう。ストリームリットラン○○ドットパイというコマンドで起動することができます。今回は、YouTube というディレクトリに、からの を作成し、実行します。実行時に出てきたローカル URL に記載されている HTTP 情報をコピーしブラウザに貼り付けることで Web アプリとして利用することができますでは URL 情報をコピーして Web アプリを見てみましょう。 この黒い画面が立ち上がった状態です。現在は何も書いていないためタイトルをつけてみましょうハローストリムリットというタイトルをつけてみましょうストリムリットというパッケージを S。 T としてインポートし、S.T. ドットタイトルハローストリムリットと入力してみましょう。問題なく、ハローストリムリットというタイトルが表示されましたね。次はテキストで。 ハローストリムリッドを表示してみましょう。先ほどと同様に、st.txt カッコハローストリムリッドと入力しましょう。こちらも同様に表示することができましたね。その他にも文章の表示用に、 ライトというものもあります。先ほどのテキストをライトに変更することで利用することができます見ていただいてわかる通りタイトルライトテキストの順に文字が小さくなっていっています次はテキスト入力ボックスを作成します テキストインプットの第1引数はこのテキストボックスの説明になります。第2引数は最初に入力されるテキストになります。このテキストボックスの説明として A、第2引数は最初に入力されるテキストとして A が入力されており、まさしく反映されていますね。次に、 テキストボックスに文字列を入力し変数が引き継がれているか確認します入力した言葉が「下に表示されます」と記載し下に反映されるか確認してみましょう「問題なく表示されましたね」次は セレクトボックスを設置ししてみましょうセレククトボックスの第1引数に説明内容第2引数にリスト型で選択肢を指定します今回説明内容をどちらが欲しいとし選択肢は大きい箱と小さい箱としました。 最後に開封ボタンを設置し下切りスズメと同じく先ほど作った選択肢を選んだ結果を表示させて今回の動画は終了とさせていただきますボタンは「IF」の後に持ってくることでボタンをクリックした時のみ反応するようになっています ここはエラーになってしまいましたねエラー文を見てみるとそんな属性はありませんよと言っていますよく見てみるとボタンの綴りが誤っていますね綴りを修正することで問題なく実行することができましたね 今回の動画はいかがでしたでしょうか動画更新のモチベーションになりますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。